はい、おはようございます。今日は水曜かな。まあ今日はね、朝結構重たいで寒くてね、けどここ入った時あれ抜くと思ったらね、結構効いてるんですよ、ね、暖房が。今回は 31.8 度。この話は、ね、気持ちよさそうに寝てます。ちょうどここがね、暖房風当たるから一番気持ちいいんじゃん、まあ、こんな感じでね、意外と暖房が今日効いてるなって。ここは何だよ、26度ちょうどいいぐらいかな。ここは中も、まあ、ここはぬくやぬくいね、こんな感じでぬくいっすね。ものすごく気持ちよさそうですね、ここは。まあだけどね、向こう行ったら、ま、向こうは奥暖房つけてないからね、あの下のあれはね夜中はつけてるんだけど、今日は、ま、電気マットもつけてません。ここは意外とね、寒いですね。こんな感じで、まあここの温度はね、これ下がねちょっと低いんですよね。 21.1 度か。初め朝 20度や思ってたけどね。はい、鬼太郎ちゃんで、ここにシャークさんね。はい、シャークちゃんね、よしよし、うん、ちょっと慣れや。ちょっとずつ毎日の挨拶な。はい、ひらりちゃんね、マイルドちゃん、これでママね、うん、夜中だけここは、はい、あの電気入るようにね、タイマー式でやってるんでね、今日でね入れてます。あ、今日ちゃうね、ジャックやね今は、まあ、寒なった今日でね。はい、昨日間違ってたね、このララちゃん、ゴマちゃん言うて思ってんじゃん、ちゃうかな。なんか自分で気づいたけど、後で。ララちゃんね。はい、スジちゃん。ね、アイパンにマロンちゃん。ね、マロンちゃんも今、ちょっと拭いとってるけど、先に、ね。こんな感じかな、んか作るね。あ、サブコロちゃんやね。サブコロちゃんここがな、また。ここはね、サブコロちゃんここです。ここも電気持ってこなくね。ね、サブコロちゃん。またチュールあげるからなっときね、そのシーンもねまた撮らせてもらいます。こんな感じかな。ここは何度やろう。あ、27。ここも結構ぬくいね。だこっから向こうに流れていくんやけど、奥がやっぱり寒いとね、下は 21.1 度やったけど、ここ奥何度やろ。 21.3 度やな、ね、ここはやっぱり寒いね。ここなんかは結構ね寒ないか、お前ら。こっちおるけど縄張りガンかな。だいたい同じ子がこっちに出るますからね。あ、ここはぬくいね。ほんま 31.7 度あるんで、確かにぬくいですもんね。まあね、外は寒いからね、ほんまに。ちょっとだけね。まあ、まだ本格的な冬じゃないけど、まだポンさん短パン出てるぐらいだね。まあ、こんな感じ。あ、ここね、忘れてました。昨日もここの子に入れてたね。はい、白ピタマンは。まあ、今日、ね、昨日は、向こうのね、レオちゃんとね、1階の 2A の1階のね、ホットカーペットタイマー式にするのにね、いろいろやったりしてて、まあ、プラ板はこうできたんでね、2階1階ね、できたら、今日はできないからね、まあ、近々、明日もね、パーマ当てに行きたいから、金曜日ぐらいからね、金土日のどれかでね、まあ、日曜日でもいいんやけどね、今回。ね、やっていこうかなと。あれ、この子です。この子です。なかなか怒ります。ね。マンションいっぱい行ってたけど、ね、うんこの方ももうちゃんとしたうんこ出てるんで、ちょっとしたらちっちゃいね、虫がおったのかな。あ、子供のようなね。まあ、そんな感じで、ね。まあ、こんな感じかな。まあ、久々ね、向こう第2もの 1A を移しますね。はい、以上です。はい、第 2A の子たちです。まあ外はね14度ぐらいやったけど、ここは23度。まあ暖房ねずっと効かしてるけど、今こっちの方で23度ね。結構まだこっちは冷たいぐらいね。これでね、何を言いたいか言うと、今日はね、雨ちゃんね、この前日曜から目がね、左の目がちょっとね、
ま、わかるかな、中のまぶたの内っかがね出てきてるんでね、これ今日病院ちょっとね連れて行こうかなと、この前の日曜日でね気ぃついて、これでまあ抗生物質やってても何も変わらないからね、まあ、こんな症状風邪でもなるいうことっていうことね、まだ治らないからね、今日急遽昨日予約入れて病院ね今日連れて行きますね、ちょっと気になるからね、はい、こんな感じで、あとはね、キーボードかもちょっと風邪気味だったかな思ったけど、おぉ、いたで、ね、キーボードもましたね、そらちゃんも、そらちゃんどこ行ったの、そらちゃん、そらちゃんどこ行ったの、あ、おるね、そらちゃんご飯食べて、あと水買いのかな、水出してね、あとその作業だけね、餌が入ったりするんですよね、こんな風に。すぐにこういう風にね、入ったりするからね、汚いんですよね。これ水も足さなきゃならない。そらちゃんもこんな感じ。ね。そらちゃんも風邪薬、日曜日からもう取って、ね、マシにはなってると思います。あとの子は、ね、変わらんのかな。まあ、ただね、アメちゃんがちょっとね、あ、見えるかな。この目がね、ちょっと気になるからね。他の子は、ね、シャークもちょっと血便出てたんちゃうかなと思いますね。だからまあ、大丈夫かな。それから出てなさそうやからね。ちょっと注意して、ね。まあ一応抗生物質で与えたりしたんだけど、まあそれの後、別に何もなさそうやからね。はい、まあこんな感じかな。ね。また結果ね、報告できたらさせてもらいます。今日はちょっとバタバタしてるからね、ガンも。ね、いろいろちょっと用事があるから。ね、まあ、こんな感じで、アメちゃんまた報告できたらさせていただきます。はい。はい。内緒にしてた話やねんけど、ね、ここ、ね、11月にね、部屋工事してもらえることになりました。ね。まあ、洋室、ね、うん、よしよしよし。よしよし。洋室ね、にしようかなと。まあ、ここの、ま、ね、この扉をどうするかによるけどね、どうしようか悩むけど、ね、和室調の、ね、もうこう壁は来ないけどね。うん。それかもう思い切ってこのね、部屋、この呪落落ちにくいのに塗り替えるか、安くあげるのにね、もうするか、なんかちょっと考えます。ね、まあ、こんな感じでね、猫の部屋にしようかなと。まあ、床だけ張ってもうても構えへんねんけどね、床壁を硬いなんか石調のやつにして変えてね、和をこのまま残すのもええかなと思ったりね、まあちょっと考えます。それでね、ここにあれ水のあれしようかなと。何した？トイレ。今度はね、大きい方もね、流せるようにね、しようかなと思ってます。それと水道とね、まあ、今、かぶとこなし置いてるけど、ね、どけて撤去して、ね、やります。まあ、こんな感じで、ここの部屋もね、しますんで、ね、楽しみにしてください。ね、それでは、今日の天気予報ね、前田さんにね、代わってお伝えしてもらいます。はい、以上です。本さんからは以上です。はい。